フォレスト三日市は、大阪府河内長野市の南海電気鉄道高野線三日、市長駅に隣接する再開発ビルである。三日、市駅前に市地区、第二種市街地再開発事業の中核施設として建設され、2005年7月29日に開業した。1階と2階は、スーパーマーケットや飲食店などがあり、3階は、河内長野市の公共施設がある。 特にスーパーマーケットのサンプラザは同系列では南河内地,地区で最大規模の売り場面積を有する。開設当初は国道371号沿いから移設された三日市窓口センターがあり住民票交付などの業務を行ってたが2017年3月31日に廃止されている。地下一階は一時利用と月決めの駐輪場、四階から六階は一時利用の 駐車場となっている。1970年代から3日市町駅周辺の宅地開発が相次いで行われ、1990年代には3日、市町駅は1日の乗降客数が2万人台に、足したが駅周辺は福音の狭い道路が多いことや、木造住宅が密集して利便性や安全性が十分とは言えない状況だった。 そこで、市は1998年8月28日に、駅周辺の都市計画を決定する。その後、2003年10月に再開発ビルの建築工事を着手、2005年7月29日に再開発ビルが開業した。ありがとうございます。